こんにちは。遊園地テーマパーク専門家の佐々木隆です。取材で全国各地の遊園地テーマパーク動物園水族館とかこれまでに約300回ぐらい延べで行ってるかなというそういうで仕事としてはライターをやっております。私が厳選した夏休みにおすすめのレジャー施設10選 in 2022ということでお送りしたいと思います。今回は西日本のレジャー施設についてお送りします。それでは行ってみましょう。西日本一つ目は長島スパーランド、大きな施設ですけども、ここの夏のおすすめはジャンボ海水プール、まあ日本で最大級のプールと言ってもいいと思います。もうスライダーの数もすごいですが、やはり広さがね、雰囲気がいいというから、周りにスチールドラゴンとかがあったりして、独特の雰囲気がありますね。おすすめとしてはやはりね、水深の浅い子ども向けのプールがね多いんですよ。割とね、スパキッズという屋内の施設もかなり広いところがありますし、あとジャパンという何かっていうと、バケツに水が溜まってボーンって落ちてくるのがあるでしょ。あれのね、規模がものすごいんですよね。すごい量落ちてくる、6トン落ちてくるらしいんですけど、それとはまた別でピョンピョンドボンという水の上にこういろいろなもん浮いてて、そこをトントンピョンと歩いて渡るみたいなね、これはもう子供大好き、大人もちょっとやりたいけども体力がついていかないという。長島スパーランドはそのアトラクションも絶叫ばかりじゃなくてね、数多いんでファミリー向けもいっぱいありますし、これにも寄ってみるといいかもしれないですね。西日本の U といえばやはりユニバーサルスタジオジャパン、ミニオンカンフーダンス道場という、まあショーですね。これ一緒にカンフーダンスを、楽しく一緒に踊るというスタイルですけども、今映画公開されている新作がありますけど、それにちなんだ衣装でミニオンたちが大活躍します。もう一つはワンピースプレミアムサマー、これは本格的です。ワンピースの麦わらの一味たちがもうみんな出てきていろいろやるんですけども、かなりキレキレでやってくれますので、見て後悔はしないと思います。そしてこのワンピースとミニオンについては、このグッ最新のグッズも合わせていっぱい出てますので、買いすぎてしまうことご注意ですけどもおすすめです。兵庫県の姫路セントラルパーク、姫線と言われてますかここはおすすめなんです。何でもあるんです。サファリあって、遊園地あって、で夏はプールがオープンすると。でプールもね、まあちょっとリゾート感あふれるプールっていうイメージですけども、水深の浅い子供たちのためのパイレーツキッズというエリアもあったりとかするので、まずそこが一つ。そしてこのプールとサファリ、これ入園料だけで両方体験できるんですね。バスに乗ったりしたら追加かかりますけども、もしマイカーだったら入園料だけでプールもサファリも行けますので、これはちょっとかなりお得感はあると思います。今サファリではですね、キリンの赤ちゃん、これも今だけですよ、すぐ大きくなりますんで見られますので、親子でこう歩いてる姿とかぜひ見に行ってください。そしてさらにサファリではナイトサファリ、これもやってます。涼しいです。夜のサファリはね、夜の動物園とはちょっと違う、本当にそういうサファリにね投げ出されたような感覚に少しなりますので、チェックしてみてください。遊園地もなんかね、この夏オープンしたコースターがありますので、このコースターですけど、昔ねスペースワールドにあったビーナスが移転してきたんですよ。多分北海道に行くんじゃないかって噂されてたんですけども、姫路に来ましてこの夏からオープンです。九州も一つご紹介します。水族館マリンワールド海の中道、この夏ですね、やっぱ九州の森っていう新しいエリアがオープンしたこと、それから謎解き作品35年目の約束っていうのをやってますので、こういうねイベントをね、マリンワールド海の中道はしっかりいつもやるんですね。次々と新しいコンテンツを用意してくれるっていうのはすごくおすすめできるポイントだと思います。ちょっと一つ番外編で新しくオープンした施設を紹介します。キッザニア福岡、キッザニアはいわゆる大人の職業をプチ体験できるような施設なんですけど、東京と、兵庫県
キッザニア甲子園とキッザニア東京ってあったんですが、この7月31日にキッザニア福岡がオープンしました。で、今後名古屋もオープンするらしいです。いろんな職業を体験できて大人気のテーマパークです。これ子どもたち本当に喜びます。ぜひ行ってみてください。